なインテリア、アメリカンな海っぽい感じ、青とか木目とかどうやら一致してるようですね。旦那が好きなのも私も好きだし、お互いに木が好きで、でも家の床とか階段も無垢の素材使ってもらったりしてて、ドアも材質も結構ザラザラしてて日本物の木みたいなんで選びました。形は R だからあんまりなんかないようなとこも気に入ってますし、取っ手がちょっと重厚感のあるドアだと、このスチールのものとかが結構好きでマッチングしてんのかなって。大きい土間、主人のこだわりのスペースで、で子供はおもちゃで遊んだり、旦那と一緒に木で何か作ったりしてます。ハバードポーチはゆっくりお茶飲んだり子供と一緒にご飯食べたりしてます。庭はなかったので憧れ